なんでいちいち全部見に行く？今そういう時期です。あ、そう。今に気づいてなかった。53。今まで物体たちに興味がなかったから急に。なんで興味持ち始めた？ちょっとあれから興奮してるから。男の子になってきたから。男の子になってきて今もう情緒不安定。こんな目に入ったものが。おたまたま、おたまたまがさ、取れる？かなり大きいよね。なあ、こんななかったのに。すごかったよ、ちょっと前。びっくりするぐらい。3歳やろ？3歳は、3歳ぐらいな。すごいよ、もう尻尾。かなた早かったよ。もう一個尻尾出てるぐらいやるやろ。かなたの掃除機やってる。あんな、あれしてる。気づいてる。隣に気圧がおるから。そっちだけは。ああ、いいことだな。あ、ごめん。取れた？うん。取られたって。難しいね。すごいな。すごいよね。今も。な、丸い尻尾が下から生えてるみたいな。ニョロンってなっとるね。そうなん。そんな時期になったん。だけどな、昨日面白かったね。ちなつに追いかけられてな。なんで？ちなつなんか意地悪してるな。誰が誰に？ちなつがこの子。あ、そうなの。追い詰められるんだわ。この子も逃げまかんねんけど、あまねはすごい。うわ、向かってって。ちなつが逃げちゃう。あまねとちなつはね。あまねの方が強いというか、気にせえへん。怒ってきても。さすがポロンで鍛えられてる。あー。蒸しやすいな。ちょっとなんか、頭を押さえられる存在のアシカがいっぱいおったの、うん、ああ、まあポロンやな。でもポロンより小麦の方が強いけどな。なんか小麦でも何もせへんな。我が天下みたいな顔してさ、あまねでも冷静や。そうなんだよ、世の中出たら頭こづかれるで。オフィーもこ、早くな、無駄に怒る。はい、恥ずかしい。ごめん。あまねはもうできとったで。あれが恥ずかしい、うん、恥ずかしいできてた。あ、できてない、違う。わからん、誰か教えてたらわからん。今新しいのやってる。おっそ。おっそ。かわいい。あ、大丈夫。やりたいんですよ。はい、恥ずかしい。あれ、誰だね。しー、今、集中力ないんやろ。頑張ってるよ。うん。えらいな。そろそろ関門やと思うんだけど、ほら、ちょっとずつ。これだ。すごいな、ブランブランしてるな。声出さへんの、声出さへんの。なんで声出さへんの。緊張してる。緊張してんの。今日、ほら、ギャーギャー言うやん。すごいよね。スープ、スープあんのかな、これ行こうか。お兄さんか、55ぐらい目指そうか。